佐渡奉行所佐渡奉行は江戸幕府の援国奉行の一つ。佐渡奉行は関ヶ原の戦いを経て佐渡が上杉氏から幕府の支配下となった慶長六年に設置された。当初は佐渡大館と呼ばれており、正式に佐渡奉行と名乗ったのは元那四年着任の沈めこれ秋、竹村義美弥の代からと考えられている。一時期は 小木原重秀のように勘定奉行を兼任した者もいた。聖徳2年以降は定員が2名となり、1名が現地佐渡に在勤し、もう1名は江戸に詰めた。奉行は佐渡在勤時は単身赴任であった。老中支配の不意役で役高は1000国。他に役料1500票、100人ぶが支給された。江戸城中での伝中席は不要の間。 慶応3年には六高にかかわらず3000両の薬金が支給された。佐渡奉行は佐渡一国の行政、裁判を管轄したほか、長安期に開発された佐渡金山をはじめとする金銀山を支配した。加えて佐渡の会場経営、年貢の取り立てを駅務とし、江戸時代後期になり、外国船が日本近海に出現するようになると外国船の監視も任務に加わった。 配下には組頭二人、広間役7.8人。以下、定役、奈美役、新役、同心、老、守る、過去、り木など300人いた。陣屋は当初は鶴子に設置されていたが、大久保長安の頃に、相川に移転され、佐渡奉行所となる。また、島内5カ所に、大館所を設置した。慶応4年に廃止となった。初期前期中期中期後期幕末。 ありがとうございます。